大阪府立はびきの支援学校は、大阪府はびきの市は、びきの3丁目にある特別支援学校。小学部、中学部を設置し、病弱児の児童、生徒を主な対象とした支援教育を行っている。大阪府立呼吸器、アレルギー医療センターが隣にあり、そこから通う児童、生徒が多い、また医療センターと連携を取った教育体制を持つ。 大阪府南部の病弱児のいる病院や自宅への訪問学級も担当している。1957年に南河内郡南大阪町大阪府立羽びきの病院内に南大阪町立羽生小学校及び南大阪町道明寺町学校組合立本田中学校羽びきの分校が設置されたことに始まる。1973年には羽びきの市から 大阪府に移管され、大阪府立富田林用語学校はびきの分教室となった。1975年には病弱児を対象とした大阪府立仙北用語学校が開校した。開校に伴い、はびきの分教室は仙北用語学校に移管され、大阪府立仙北用語学校はびきの分教室となった。また同年には、堺市立専攻山用語学校から、 私立堺病院、大阪労災病院、国立戦北病院の3病院の院内学級を、戦北養護学校院内学級として、遺憾、継承している。ただし私立堺病院の院内学級については、1997年に、堺市立熊野小学校、どの場場中学校院内学級へと遺憾、改編され、2015年には、同病院の移転により、堺市立か、 原寺小学校、筑の中学校院内学級に移管されている。はびきの文教室は1989年、戦北用語学校はびきの文校へ改編している。大阪府立戦北用語学校は1990年代後半、従来の病弱児用語学校から知的障害児を対象にした用語学校に改編されることになった。これに伴い、1998年4月に、 大阪府立羽びきの養護学校として独立開校した。その際に文教室を戦国養護学校から羽びきの養護学校文教室として継承している。学校教育法の改正による特別支援学校制度の導入により2008年4月に学校名を大阪府立羽びきの支援学校に変更した。ありがとうございます。